ではでは解放された極みクエストを攻略していきましょう。極み裏エンドエトワリア&エクスプローラーですね。こちらはフルメンバーでいきましょうね。まずはいつもの星4プラスフレサポの星5を利用した攻略ですね。やっていきましょう。お試しですね。やってみましょう。ここは真ん中がいなくなってるんですね。で、後ろ狙っていきましょうね。よし、ってな感じですよね。どうだろう、2ぐらいのがやっぱりいいのかな。よし、このチャージ攻撃がどのくらい食らうのかっていうのも肝ですよね。お、ちょいちょいなんかやってきますね。回復しておきましょうね。危なそうですね。こういう時に僧侶はいいですよね。回復できてね。耐えられるか、耐えられますね。炎なら耐えられるみたいですね。どうだろう、ここいらで変えちゃいましょうかね。そうだな、まずゆずこちゃん変えちゃいましょうかね。この辺でゆずこちゃんに変えちゃいましょう。よし、一定ターン特大アップですね。まあ、これ専用武器のスキルは結構有用だったりしますね。これリキャストのこれも減るんでいいですよね。で、集中していきましょう。こっちですね。大きい攻撃はやってこないとは思いますけどね。どうでしょうか。ちょっと危なそうな感じもしますね。これちょっと注意してやっていきましょう。一発殴っときましょうかね。よし、ちょっと交換していきましょうかね。よいしょ、あ、こっちですね。よし、3連発いけるか。ちょい割り込んできますね。よし、あ、いけそうですね。よし、3連発いきましょう。ここは一定ターン特大アップでいいかなですね。ゆずこちゃんでいきましょう。そうだな、順番はこうこうこうですよね。いきましょう。これ個人的にちょっと好きなスキルなんですね。これで倒しちゃうないか、大丈夫か。よし、いいですね。あ、いいですね。めちゃくちゃ上がってたじゃないですか。どうだ。よし、ってな感じで倒せますね。で、やっぱり前は倒れるという感じですね。よしよし、まあこういう感じで倒せましたね。まあ正解は僧侶パだったということですね。続いては僕の独断です。星5多めのメンバーですね。で、炎の僧侶がちょっと足りなかったもんで、今回のイベント特攻ですね、ゆいちゃんを加えてみましょう。では行きましょう。まあ、さっきと手順は変わらないんですけどね。さっきと同じく後ろを狙っていきましょうね。こっちが最短ですね。この水を倒すっていうのも結構難しいかもしれないですね。
もとっておきのゲージが貯められるっていうスキルがあるんですよね。いいですね。もう3まですぐ溜まっちゃいそうですね、これね。よし。どうかな、チャージ攻撃は耐えられるかな。まあそこのとこも注目ですね。よし。どうだ。あ、スタンは食らうみたいですね。一応耐えられはするみたいです。よし。まあ、場合によっては僧侶の杖で全体回復をした方が良いかもしれないですね。そうだな、これゆいちゃん変えちゃいましょうかですね。そろそろ変えちゃっても良さそうですね。変えちゃいましょう。フレンドに変えちゃいましょう。よし。私が助けるね。こういう感じですね。戦いは何も生まない。学生はいいねみたいな気分がいい。よし。ダメだ、死なせないぞ。これだけでも結構削れるんですけどね。サポートするよ。3連発入らないかな。よし。みんな気をつけて。いいメロはこんな感じで。チャージ攻撃が入る前に攻撃ができたらいいんですけどね。2連発でいきましょうか。クリティカル確定でいきましょう。そうだな、これ両方とも強いんでね、高校でいきましょう。どのくらいダメージ出るかな。よし。どうだろう、いけるか。あ、スタン食らわせられますね。よし、まあ、こういうのも使っていきましょう。よし、2連発ですね。よし、てな感じですね。これだけいれば倒せますよね、さすがにね。てな感じです。このスピードの調節なんかもすればちゃんと勝てるっていうことですよね。よし。次は11月28日0時に更新される後日談の解放を待ちましょう。私も成長できたか。